先ほどの式典の挨拶の際に一部読み飛ばしてしまいまして、この場をお借りして申し上げる次第でございます。スマちゃん、僕ちゃん、なんか天皇の退位の式で読み間違ったよ。スマちゃんは漢字の読みじゃあないからいいじゃないか。今日の菅総理の言い間違いの方なんですけれども、広島市を、広間市、原爆を原発と言い間違えたようなんですけれども、読み飛ばしと合わせてなんですけれども、改めてこちらについてもちゃんとしろってことですよね。暑かったのかもしれませんけれども、大変世界も注目をする式典なわけですからね、ぼーっとしてないでちゃんとしなさいねって言いたいです。はい。